Hello and welcome back to another episode of Persona 5 Scrambling, where we're going to go into the trauma room today. I've done some leveling and questing off screen, so there might be a few things, or there will be a few things that are different, but I think that's fine. Pretty sure I'm still somewhat under level, but it'll do. It'll do.着いたぞ。ここだ。これが近衛明の実家。トラウマで聞いた父親はまだ住んでいるのだろうか。いや、20年前に死んでる。え？この家で起きたある事件の捜査記録が残ってた。近衛の父親はこの家に押し入った強盗に刺されて死亡している。向こいだ。金目のものが消えてたんで強盗殺人事件として捜査されたが、犯人はまだ見つかっていない。その時近衛は一緒に住んでたんだよな。当時8歳だった少年近衛明だけはクローゼットに隠れていて無事だったそう。ここで近衛のトラウマが見えるってんなら事件の真実もわかるかもしれんな。あ、そのために俺たちはここまで来た。キーワードを入力するぞ。全員突入に備えてくれ。ここはあの家の中か。おそらく20年前のな。うわ、なんか出た。あれは近衛の父親。このクソガキ、誰のおかげで飯が食えてると思ってんだ。ただ金を減らすだけの脳なしが。やめて父さん。仕事へするな。おら、誰か助けて。ダメ、見ていられない。ああ、面倒なことになりそうだぜ。お前も殺しとくか。お前も素直に金をよこしゃいいものを。こいつもこいつも俺を舐めやがって。まさかお前が母さんを。みんなのピンチを救ってくれる悪を許さぬスーパーヒーロー。さあテレビの前のみんな、一緒に正義の味方ゼファーマンを呼ぼう。ゼファーマン。なんだ、テレビつけっぱなしか。そうか、わかった。ヒーローなんかいない。誰も僕を助けない。なら自分が、僕が強くなるしかない。こいつを殺して僕はヒーローに。何ブツブツ言ってやがる。そこで待ってろ、今すぐ殺してやる。殺してやるよ。どいつもこいつも舐めやがって。死ぬか。死んどけクソガキが。こいつ、お金のために自分の奥さんを殺したの。ひどい、許せない。どうしてそんなことができるの。来い。奪え。さ
っさと死ねよ。お前の母親みたいに無様に言おう。気をつけて、移動しながら撃ってくるよ。終わりだ。頼む、了解だ。ペルソナー現れろ。何払え。ウルフのスキルが炸裂だ。待てろ。どうだろう。切り伏せるバルデン。ウルフ合金ナイス回避だ。バルデン、いや、くらえ。こいつはバルデン。I just realized I forgot to get the equipment for coming in here. あいつやっていいか。オーケー、ぶっ飛ばす。上に引く。ありがとう。クイーンの追撃が炸裂。これだけじゃない。もう一人の私。ケツラ。おい、追撃。お前のトラウマに引きずられるな。頭を冷やせ。分かってるけど。あんなん見て平気でいられっかよ。ペルソナ、ケツラ。俺も続くぜ。そうしましょう。俺も強いぞ。強いぞ。確実に弱点をつくんだ。打ち破れバルダン。やってやれ。任せろ。出てこい。行け。いいぞ。スキルヒット。弱力が少ないよ。戦い方に注意して。任せろ。エルソナ。ノルン。セド。これで。行くぞ。オーラスってやつだ。かっこいいじゃん。せよ。あいつは任せて。了解。敵の攻撃が来る。みんな備えて。ヨハンナ追撃するぞ。オーケー。ナイス追撃だソフィー。まだまだいけるぞ。俺も続くぜ。追い込むぞ。追撃するぞ。ウルフの追撃。正義の味方だ。オーケー。そいつがお前を助けてくれたんだよ。この俺がヒーローになろうとした。俺はありがとう。助けてくれる人が誰もいなかったか。俺も続くぜ。スマッシュヒット。トレイン、ナイスだ。ナイス追撃だソフィー。召喚、いけ。なんだあれだろ。その目は勇者の分際で俺に逆らってんじゃねえ。吐き気がするぜ。あいつは任せて。了解。これがもう一人の私。強敵だな。気合入れていけ。俺も続くぜ。追い込むぞ。ウルフの追撃が決まった。ペルソナー続けていくぞ。クイーンの追撃が炸裂。まだまだいける。オーケー、ぶっ飛ばせ。うまいぞソフィー。弱点にヒットだ。はー、ダメ押しよ。みんなで殴ればすぐに済む。こいつ強いぞ。確熱で弱点をつくんだ。うまい。援護するぜ。はー、クイーンの追撃が炸裂。お前もまだいけるな。全員無事だな。やられてたまるかよ。特にあんなクソ野郎にはな。この絵、アキラ。さっき見たものが本当なら。この絵、アキラは虐待から逃れ、母の仇を取るために実の父を手にかけた。そしてそれを強盗殺人に見せかけたというわけか。あいつも腐った奴にやられてた被害者だったってことかよ。あんなに追い詰められて誰にも助けてもらえなくて。だから自分自身がヒーローになろうとしたのね。
改心という力を使って。こんなの悲しすぎる。絶対もっと違う道があったはず。もうやめとけ。どんな過去があろうと何をしてもいいってことにはならねえ。改心で人を操っていい理由にはならねえんだ。このまま奴を放置すればさらに被害者が増えるだけだ。それでいいのか。その通りだ。ええ、ここで断ち切らなければ何も変わらないわ。今はただ私たちにできることをしましょう。この絵を改心させることもそうだな。奴に願いを奪われた人々も救わねばな。じゃあ次は予告状だな。ああ、お前らお約束のあれか。だね。あいつを改心させて願いも取り戻そう。よし、車に戻って作戦会議と行こうぜ。さて、予告状だが、今回はどう行く？この絵が予告状を確実に見る場所か。会社はどうかな？警備も厚いだろうし、危険すぎるわ。あれだけテレビで叩かれたんだ。どうせなら派手に決めたいな。じゃあ、また渋谷の時みたいに。あれ、つかおっさんは？野暮用だとか言ってたぞ。多分茜のとこだろ。今は二人きりにしてあげましょう。じゃあさ、予告状の話は明日にしない？なんでだよ。だってほら、善吉は新しい仲間でしょ。初めての予告状に絡んでないのかわいそうかと思って。それに茜ちゃんの件もあったし。確かに茜をキングにしたのはこの絵で間違いないだろうからな。奴と善吉の間には浅からぬ因縁がある。よし、善吉にも加わってもらおうぜ。それじゃあ予告状の話はまた明日だね。激しい戦いが続いたし、今日は早めに休もうぜ。っていうかさっきからユウスケ無言じゃない？立ったまま KO されている。器用なやつだなお前。カブラギ管理官。思ったより元気そうだな。取り調べをされる側になった気分はどうだった？さすがに答えましたよ。俺も年ですかね。それより新島弁護士から聞きました。彼女が割って入れたのはある人物の協力があったおかげだと。何のことかわからんな。それで私に何の用だ？管理官、あなたの力を借りたい。大和田を逮捕するために。一連の改心事件、裏で大和田も絡んでます。主犯はこの絵明が。奴らは共謀し、改心の力を使って悪事を働いている。その罪を怪盗団になすりつけ、事実を闇に葬る気だ。警察内部にも改心された奴がいるはずです。それもかなり上の人間が。今動かなければ取り返しのつかないことになる。管理官、お願いします。俺に力を貸してください。大和田を挙げるだけの証拠は？この絵の自白を取ります。そうすれば大和田の罪も明らかになる。果たしてこの絵が口を割るかな。
奴は必ず落ちます。その自信はどこから来る？怪盗団を使い改心させる気か？それは言えません。カブラギ管理官、葵が死んだ時あなたは俺に言ったはずだ。いつか腐敗した組織を正すと。そのために時を待てと。今がその時だ。あなたの力俺に貸してくれ。変わったな長谷川。お前の一件で私の理事官への昇進は消えた。このままでは今の椅子も危うい。私としては汚名を返上したいところだ。お前たちを差し出せば大和田に恩を売れると思わないか？だがそれはあなたの正義が許さない。ふん。やれやれ。三日やる。そこまで言うならやってみろ。ありがとうございます。手帳は返しておく。いいんですか？お前がしくじれば私は自分の身を守ることを優先する。二度はない。忘れるな。恩に来ます。管理官、尾行しますか？無駄だ。どうせまかれる。それより急いでやってもらいたいことがある。長官の身辺を洗え。長官ですか？戦うときは徹底的にやる。それが私のやり方だ。では怪盗団はもう排除したと確かなのかね？ええ、ジェイル内で拘束しエマに監視させています。さすがはこの絵君だ。やはり君とエマの力は無敵だな。とんでもない。これも先生のお力添えがあってこそですよ。全ては我らがエマの示すままに。ところで少々気が早いかもしれんが、祝いの宴でも催さんかね？綺麗どころを揃えておこう。君も大いに楽しんでくれたまえ。それは楽しみです。ではまた。通話を終了しました。クズが聞くに耐えん。奴のような害虫こそ駆除が必要だ。正義の名のもとに。おっしゃる通りです、アキラ。オペレーションオラクルの実現を急がなければな。それより京都ジールはどうなっている？問題ありません。怪盗団の監禁を継続中です。そうか。もう一度確認するが、奴らを改心させることはできないのだな？はい、アキラ、不可能です。お前がそう言うのなら仕方ない。このままジェイルで口でもらおう。さあ、総仕上げだ。邪魔者が消えた今、私がこの国を、いや、世界を統治する。Definitely not jail anymore, though. で、俺が来るのを待ってたって？お前ら、妙なとこで律儀だな。怪盗になって初めての予告状なんだし、混ざっといた方がいいだろ？いや、出すだけなら何回かやらされてるし、別にそんな。それで提案があるんだけど、今回の予告状、善吉さんが書いてみない？俺が？いや。なもん書いたことねえぞ。あ、茜の件もある。この絵に善吉の怒りをぶつけてやればいい。そりゃ奴は許せねえが。じゃあ予告状は決まりだな。あとはどうやって出すかだ。決まりなのかよ。テレビで散々言われたからな。こちらもテレビってのはどうだ？敵と同じ方法もな。ネットで生放送は？インパ
パクトがな。本人に直接渡しちゃうとか。確実に捕まる。どう思うよ。決め手に欠ける感じだな。ねえみんな、あれ、あれは飛行船？今時珍しいね。霊言暴言号、日本で唯一の現役飛行船マディス社がエマの宣伝のために飛ばしてるそうだ。マディス社が大阪上空を毎日のように飛び回ってるらしい。そうなんだ。てことは、決まりだな。よし、探してきたぞ。This episode wasn't particularly long, at least compared to what I normally post for this game, but I'd rather not make this episode last an hour and a half. We'll buy some food. Irash! Sore ni suru. Shikkari mo osusume. Hai! Sore ni suru. Hai! Arigato ne! Mata kite okure yo!Spend those bonds. And we'll make sure we don't have anything we can use or anything like that. Or anything that we should fuse.何が欲しいの？タイムセール中だぞ。買えか、毎度お、何個これ、毎度お、何個、毎度おおきに。これでいい、毎度おおきに。何個欲しいの？これ、毎度おおきに。何個欲しいんだ？これ、毎度おおきに。何個欲しいんだ？これ、毎度おおきに。何個欲しいんだ？これ、毎度おおきに。これでいいか？何個欲しい？毎度おおきに。何個欲しいんだ？これでいいか？これ毎度おおきに。これ毎度おおきに。何個欲しい？これ毎度。何個？毎度おおきに。誰のにするんだ？どれにするんだ？これでいいか？迷ってるのか？誰のにするんだ？誰のにするんだ？どれにするんだ？誰のにするんだ？Best as they can possibly be. Ooh, that might be pretty good.
had this all along, or did switch her into? Ultimately, it doesn't really matter for a lot of these characters what I have here, but since let's spend the wave on points. That's that out. Skill damage maxed out is good. It'd be nice to have more points just to max out other stuff. That's okay for the time being. Okay, so I'm gonna go ahead and save it. And next time, he will send that over. So thank you very much for watching, and until the next episode, I will see you next time.